APEC ・アジア太平洋経済協力会議の閣僚会合でロシアの発言時に退席した萩生田経済産業大臣はウクライナ侵攻への抗議の意思を示したとロシアのウクライナ侵略に対しての抗議の意思を示しました。 21日からタイで開かれている APEC の貿易相会合に出席した萩生田大臣は同じく出席していたロシアのレシェトニコフ経済発展相の発言時にアメリカやカナダなど他の4カ国とともに退席しました萩生田大臣は退席の理由についてロシアへの抗議の意思を示すためだと明らかにしました。 会合は22日に閉幕する予定ですがロシアの発言の度に5カ国が途中退席する異例の事態に共同声明が採択されるかは不透明な状況です。